1920年の高校線路線図高校線は、台湾台中市で計画中の台湾鉄路管理局の路線。台中市政府が推進する大鉄での市内環状路線も、大台中山手線の一角を構成し、この上辺にあたることから、あやこ線の通称がある。海岸線内港駅と台中線港里駅間1 3 4トル、途中三駅を、 事業費309.5億入台湾ドルで新設するもので、戦前から戦後に途中駅を除いてほぼ同じ経路を通っていた台湾東洋鉄道の高校線の事実上の改め期、復活でもある。高校線は北高政党による営業線として1912年に開業し、戦後1970年に廃止された。21世紀になってから2005年、 統一地方選挙で民主進歩党から台中市長選に立候補した林慶竜が市内環状路線、幸福、山手線を構成するものとして提唱したものの、林はこの選挙で敗れた。2010年台中市長選挙では林は出馬を見送ったものの、党公認候補だった総吉見前陣営のもとで高校選構想を再度提唱。 現職だった中国国民党の古市京も7戦の早、運整備構想を訴え、同区間を大中早運合線としていた。2014年に再度大中市長選に立候補した林が実現を訴えた。新市長となった林は2016年に行政院の指示を得て、翌年の前線基礎建設計画にリスト入りしたことから、計画策定、建設に、 弾みがつくとみられている。ありがとうございます。